セルフコンフィデンスインレスペクタビリティ、尊敬性における自己信頼。自己信頼はガーディアンにとって問題になることがあると。他の人よりもガーディアンは生まれつき謙虚で控えめで、時に自己を引っ込めてしまい、自分を前面に押し出すことは見栄を張るようなものであり、それは彼らにとって本当に嫌悪すべき行動に近づいてしまいますと。しかし SJ にとって自分自身に自信を持つことは難しいとしても、他者から尊敬されることは大きな安心感であり、公認な認識は自己信頼の基盤となりますと。このような認識は通常、証明書、賞状、そしてディプロマなど物理的な尊敬の印として現れます。ガーディアンのオフィスや書斎はこのような公式の栄誉の大きなディスプレイとともに、授賞式の写真、政治指導者のサイン入り写真、配偶者や子供、孫の写真で目立つかもしれませんと。なんかアメリカで 見るような感じですね、はい、アメリカの映画で。日本だと勲章とかが飾ってあるんだ。おじいちゃんとかいませんでした。あーなるほどSJ はこれら公的および個人的な栄誉を非常に真剣に受け止めますと。なぜならビジネス、コミュニティ、または写真で非常に尊敬されることは、彼らが長年にわたり真面目に自分の役割を果たしてきたことを証明するからですと。あ、なんかそういう感じじゃないですか。無遅刻無欠席みたいな、そういう賞状をもらったのをずっと飾ってあるとか。なるほど、はい、ガーディアンたちは十分に尊敬されれば余分な負担さえも引き受けることがありますと。独立戦争を成功に導き、激しい知的な戦いを憲法制定会議で尊厳を持って主催したジョージ・ワシントンは、仲間の代表者たちから初代アメリカ合衆国大統領になるよう懇願されました。大統領になることは彼の望みではありませんでした。彼は十分に仕えたと感じ、自宅に引退してよかったのですと。しかしあなたなしではやっていけませんという一人のメリーランドの役人の言葉に要請され、最後の使命への呼びかけには抗うことができませんでしたと。ワシントンは自分自身のそのような偉大な地位にふさわしいと考えませんでしたが、他者から尊敬され名誉ある地位に選ばれ、そして栄誉ある位を謙虚に受け入れる、これは SJ にとって正当な自己信頼と一生の満足をもたらすシナリオですと。結局人の評価ってとこですね。だとこの時代苦しいですよね。この時代っていうと今の時代。今の時代、はい、なんか出し抜いたもん勝ちみたいなところがあるじゃないですかむしろそっちの方が賢いみたいな、いかにタイパ、はい、コスパ、はい、よくトゥルトゥルって最短の道で行った人が、はい、ウェーイってやることが頭がいいって言われる時代じゃないですか。頭がいいって言われたいわけじゃないですもんね。でもこの人たち注目を集めるのもそういう人たちばっかじゃないですか。注目を集めたいわけじゃない、頼りにされたいって話じゃないですか。でも尊敬もされたいんですよね。すごいって言われたいんですよね。謙虚にね、すごいって言われたいっていうよりは、もうみんなに大統領になってよって言われたいみたいな自分から俺すごいでしょっていうアピールよりは、もう自分はもうそんなにもう引退すればいいからって言ってるけど、でも好きなんでしょ。で好きなんでしょ。そうやって言われたいんでしょ。言われたいわけじゃないじゃないですか。そうやって押し上げられたいみたいな、あの押し上げられたいと思ってないけど押し上げられたい、あの人って頼りになるよねって思われたいわけですよね。思われたいと思ってないけど思われたいんですよ。そこは思われたいんですよね。やっぱり頼りになるよねって思われたい、すごいよねとかじゃない、あ頼りになるよねの最終形が大統領に持ち上げられることみたいな。なるほど、はい、僕の言葉の意味が違ったんですね、はい、すいません論理的ではありませんでした僕の中では一緒じゃんだったので、はい、すごいじゃん、すごいねっていうのと、はい、頼りになるねは一緒じゃんだったので今、はい、一緒にしちゃいましたけど、はい、違うってことですね。頼りにされたいわけですよね、言葉がなくても。だから賞状をもらうとかは欲しいわけですよ、その認められた証みたいな。なるほど。だからなんか一等を取った賞状とかよりもじゃないですか、ずっと長年勤めて退職した時のとか
うちのお父ちゃんは取ってますよ、はい、だからそういう勲章みたいなやつが欲しいんじゃないですか。なるほど、これは、はい、苦しいですね、はい、だからみんなにこう辞めるときとかに退職するときとかに寄せ書きとかでもう頼りになりますみたいなのが欲しいんじゃないですか。ある人はもう SJ って見ていいですよね。あ、どういうことですか。そういうのがある人、あ、家にってことですか。家に、はい、家とか職場の、はい、オフィスに、はい、こうみんなに認められた証みたいなのを飾りたいみたいなとこじゃないですかね。なるほど、みんなのだから役に立った証ですよね。みんなの役に立った証。ああ、そういうことですね、はい、なんか陸上で1位取ったとかよりもみんなに認められた証みたいな。なるほど、はい、うまく使われて損だとか思わないんですかね。まあ俺損してるっていうのは多分損もやもやはしてると思うんですね、うん、でまだこれじゃ足りないのかですよね。まだそこで行きますか。だ頼りにされたいんですもん。もう頼りにされなくていいって思えないんですもんね。もっとやってやろうじゃないですか。もっと責任を。なるほど。もう皆さんで敬いましょうよ、ちゃんと。敬いましょうよ。ありがとうって言いましょうよ、ちゃんと。はい。はい、この人たちのお金ですよ、多分世の中回ってるのは。本当もうなんかたまに、はい、みんなが僕だったなって思うんですよね。はい。って考えるとちょっと怖くなったりしますもん、ね、それはまあ僕みんなが僕だったら怖くなりますよ、ね、誰も仕事しねえって、はいはい、願望で努力できるのがすごいと。あ、 SJ ですね。青葉月さんごきげんよう。カーシー博士の話では SJ タイプの方々は他人から敬われる性格であり他人を敬える性格でもあるかもしれませんと、うん、そういう人が、まあ、人間的に優れてるみたいな価値観はあると思うんですよね。だから自分はそっちへ行こうとするわけじゃないですか。いや僕の中では、はい、前の論理の時にもやったんですけど、はい、A イコール B だからって、はい、B イコール A じゃない、はい、っていうのが頭にあるので、はい、自分が敬われる性格であるから、いや敬われてる時は人のことも敬えるかもしれないんですけど、はい、多分敬われてなかったら別に敬わないですよ。敬うとか敬われる人なんかちょっと口がおかしくなってきますね。敬われる、はいはい、人に価値があるっていう価値観を持ってんじゃないかなって。 SJ の人はそういう人こそ素晴らしいと思ってる。人に頼られたりとか人に尊敬されたりする人が素晴らしいって思ってるので、そういう人がいれば、まあ、敬うとは思うんですよね。嫉妬とか羨望じゃなくて、うん、ただ自分もそっちに行こうっていうのがもう責任をどんどんよこせって話。そんな綺麗な人ですか。そういう人ですよ。じゃあこの嫉妬とか羨望っていう言葉は NF のものですか。嫉妬とかってまあなくはないとは思うんですけど、そんなに意識はしてないんじゃないかなって。そこの責任を取りに行こうとはするかもしれないですよ。それ私にやらせてくださいってなるほど、はい、だから厳しいのが悪いところじゃないですか。お前もやれよって、堕落すんなよって。あ、なるほど、はい、やったことの自己主張も薄そうなイメージがありますねと。あ、そうなんだ、うん、言いたくなりますけどね。だこの人たちは頼りにされたいわけですもんね。主張したらなんか薄れる感じはあるじゃないですか。主張しなくて言ってくれるのが理想なわけですよね。まあそれは理想ですよね、はい、どのタイプでも、はい、はい、